左側にコンピラさんが今ね見えましたけどね、ちょっと山に隠れちゃいましたね。これでもうじき、これ今下向かってますけど、これで今フェリー乗り場にね向かってます。そうです。うどん食べ終わってね、腹いっぱいです。はい、うどん食べ終わって向かってますけど、これフェリーに乗るまでにあと何分です？フェリー乗るまであと2時間46分です。はい、2時間46分ね。5時過ぎ、だいたい5時ぐらいね、晩の5時ぐらいに着きます。はい、晩の5時ぐらいに着くみたいです。かなりね、向こうの方まで山がねかなり続いてるんでね、これ相当向こうまで行かないといけないってことだね。3時間っていうとね、まあ、一番あの九州の、九州じゃない、四国のね、一番下だからね。そうそう、四国の一番下、一番西ね、まあ一番西の、西の南ね、西の北、南だよ、九州寄りだから、ああそのあれだよね、四国でいいや、南だよね、そっちの方までね今走ってますけど、まあ静岡から東京行くぐらいの距離あるからね、まだね、あるあるね、全然あるよ、200キロあるから、211キロね、あとね、これで走ってきます。豊浜サービスエリアに着きました。なんかいっぱいありますね、これ、ソフトクリーム、たこ焼き、ちくわ、豊浜チキン、ちょっと食べれないね、でもね、俺うどんだからね、もうお腹いっぱい、そう、眠くなっちゃうからさ、もうだいぶ眠いでしょ。そうだからね、なんとかあとね2時間半頑張んないといかんから、はい、ちょっとコーヒー3本ぐらい買ってさ、さすがです、うんこして、頑張るよ。コーヒー、コーヒーじゃ、甘いコーヒー、コーヒー牛乳でしょそうだよ。じゃあうんこしてきます。専務がね、コーヒー買ってくれてます。何バリスタでいいの？なんでもいいですよ。でっかいやつ？あ、なんでもいいですよ、はい、ありがとうございます。じゃでっかい、だって今あれだからね、なんて言った今、青森行くまで帰れば店にするんでしょ。そうだよ10日でしょ、10日こんな生活してたらさ、体力が持たねえよ、まず第一に。体力だけじゃないね、でも体力持たない。そんなことないよ、社長精力あるから大丈夫。精力と体力は違うだろう、どう考えてもだけど太るよね、10日この生活したらね。ちょっとやばいよ、ね、この生活がやばいね、うん、食う、寝る、飲む、そんだけじゃん。クーネル飲むね、クーネル飲む。さあ、今からね、また向かってきます。あ、すごいね、これ何海、これ日本海、瀬戸内海か。瀬戸内海だね、瀬戸内海がね、なかなか見ることないからね、これ瀬戸内海ね、まあなかなか見ることなくてよく見えないかもわかんないですけどね、すごい綺麗です、めちゃくちゃ綺麗、綺麗だね、天気がいい、雲がない。それでは下に向かってきます。ラスト1回おしっこして、もうぶっちぎってきたね。あれ、なんていうとこでしたっけ、これ、これ内子、内子、内子ちゃん、あ、内子、もうね、あと1時間だから九州の、なんだ、フェリーまでね、フェリー乗り場まで、もうすごいちっちゃいね、サービスエリアですね。でもすごいですよ、これもうなんもないです、綺麗な山々が、ね、あるだけでね、本当だね、ほんとなんもない、雲もない、ないしね、これすごい、こんな綺麗なね、ここだね、なんもないね、山の中だね、まさに。だけど、段々畑がね、ちょこちょこある感じだね、みかんのね、うん、うん、まあ愛媛だからね、そう、なんもない、でもね、さあ行きましょう、あと1時間、ほんとなんもないけど、一つだけとんがってる山があるね、あそこね、あれとんがりコーンだな、多分、あ、見えなくなっちゃった。私たちはこれ見にくいですけどね、ここのね、先端まで行ってフェリーに乗ります。ここの先端、ここの先端まで行ってね、フェリーに乗ります。うわぁ、すげえ景色、フェリーがね、ちょうど見えますね、すごい景色、最高、あっち九州だね、消えちゃった、うん、すごいね、これすごい、向こうに見えるの九州かな、すごい、ダメダメとか、すごいね、綺麗だな、本当にこう、すごいね、絶景だね、これ
絶景ちょっと見にくいな。フェリー入り口ね。フェリー入り口で、どこ行くんだい。僕じゃない。乗ります、乗ります、乗ります。お、フェリー来てねえじゃん、まだ。え、あそこでお金払ってこないと。うん、そうなんだけどさ、駐停車禁止って。毎時30分発、10分発だと思って急いで来たけど、これ6時のサイレン。いや、これは6時です。6時です。これがね、山がね、これフェリーですね。これ三崎湾でしたっけ。三崎湾、そう、三崎湾ね、こう湾になっててね、綺麗だね。あとでフェリーでも、あ、フェリー来ましたよ。フェリーが、あ、本当だ、あれが多分ね、これがフェリーですね。さっきのかな、さっきのかもしれないね。これがフェリーですね。こうね、綺麗ですね、うん、ほんとね。そうね、うん、綺麗。こうね、さあ、四国さよならだね。四国ちょっと短かったね。ちょっと泣きできちゃったからね、うんうん、まあ思い出は うどん食べた思い出だね。そうだね、四国はね、うん、それですね、私たちが今ね、ここですね、三崎、これ四国の今ね、ここの現在地があって、これで九州に入っていく感じですね。九州の大分県に。そうです、本日の宿大分市、うん、明日はちょっと温泉でちょっとゆっくり使いながらね、別府温泉ね、ゆっくりしましょう、うん、フェリーがですね、私たち今日クラウンで来てるんですけど、大人2名で9950円、約1万円ですね。1万円で渡れます。あ、いろいろあるね、湯布院、うん、ね、だもういっぱいあるね。もう温泉街だね。温泉街だよね、大分ね、うん、まあ大分しか行けないけどね。そうだね、なんでですか。理由は気持ちの問題です、ね、大分が好きだから。大分が好きだから、あの鶏肉をいっぱい食べたいから。そうですね、これで、あの、一応私たちのルートとしては、まあこの辺でゆっくりして、このね、この福岡の方からね、本州にまた戻る感じですね。そういう形を取っていきます。はいはい、海はいいよな。海よ、俺の海よ、僕は君とこれで幸せじゃないんだから。男と来るもんじゃないし、男と来るもんじゃないし。いや、男と来るから遊べるんだよ。本当？そうだよ、もう男とね、来るもんじゃない、これね、これと来るもん。ああ、なるほど。じゃあ、ちょっと撮って。あるよ。海はいいよな。おい、海はいいよな。おい、海はいいよな。おい、完全にもう農家のおっさんだよ、もう。海はいいよな。農家のおっさんだよ。農家のおっさん。え、もう稲刈りしてそうの。稲刈りのおっさんだよ、もう。そうか、うん。いい感じでもね。ほんといいね。え、風があってね。フェリー入ってきますよ。あ、すごい音。完全に海の男だね。そうだね。じゃあここ入れるよ。入れるよ。綺麗だね。本当に可愛い子と来たよ。はい、可愛い子です。違う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 。ちゃうちゃうちゃう。いいっすね。ありますね。あ、ここ寝れるとこありますね。はい、社長トイレ。はい、2階ね。今3階ね。
日が沈むのはね、ちょっと見逃しちゃいましたけど、綺麗ですね、やっぱ海は。全部は大雪。九州に入りました。入りました。エビ帰って寝た人元気です。元気です。はい、九州に、ね、今からホテルまで行きます。本日のお宿までレッツゴー。はい、ここはどこでしょう。大分県のアーケード街みたいなところの居酒屋行きますよ。あ、行きます。はい、これが一応キャバクラがいっぱいある通りみたいですね。これが一応キャバクラがいっぱいある通りみたいです。やっぱ人少ないですね。まあ、何軒かやってるって言ってましたけど。でこちらにね、居酒屋さんがある何軒かあるんで、ちょっと今からね歩いていきます。本当にね、いい街なんだろうね。でも明るくて、すごいね。アーケードがね、今ずっと歩いてきたんですけど、アーケードがすごい綺麗ね、うん、普段だったらものすごい人だと思うんだけどね、全然いないですね。まあ、昼間いるんだろうね。でも、ああ昼間はね、うん、居酒屋さんも数軒しか開いてないって言って話で。県庁所在地でこれだからね。人口が一応48万人ぐらいですね、さっき調べたら。48万人って結構いるからね。そうだ ね、うん、ね。でもやっぱやってるとこは満席なんだね。そうだ ね。別に緊急車も何も出てないですけどね。そうだね、うん、何も出てないね。出てないね。真面目な県ってことだ ね。真面目県だね。うちらと一緒だね、専務。そう、うちらと一緒ね。真面目別に あれだからね、うちらいつ撮ってるかとか話してないからね。そうですね、うん、これね、もしかしたら2019年かもしれないし違うでしょこれね、もう秋口なんですよね、今ね。実際のこと言うとね、そうもう夏が終わってね、松茸がね、今ね、旬の時なんですけどね。そうですね、皆さんあれですね、本当に。あ、ここね、歩いていきます。もうちょっと先だよね。先ですか。もうちょっと先か。このあのなんかバルーンみたいなことね。あ、バルーン、うん、この先のね。ちょっと向こう歩きながら見せますね。あれ、バルーンみたいな人いますけど。え、バルーンみたいな人。あ、僕のは派手ないタイプ詰まってますからさすがですね。今ちょっと腹引っ込みました。見て見て、ここアーケード、すごく綺麗なアーケード、すごく綺麗なアーケードね、今見せますんでね。こちらが入り口ですね。めちゃめちゃ広いんですよ。それでここからぐるっと回ると、ここね、奥までね。なんかその名前、魚バター一台ってなんかさ、あっちにもあったよね、うどんの。なんか、ああ、ね、そうだね、うちらが入れなかったとこね。そうそうそう、今日昼間ね、入れなかったとこです。香川のうどん屋さんのね。そうですね、うちらもパクりますか。パクりますか、バカ一台。専務バカ一台っす何やあれですよ、もちろんソープランドそうですね、いい感じで。はい、あ、お姉さん行くよ。空いてる、なんか撮影 OK、 撮影 OK です。自分たちだけ撮るもんで、それだけ。すごい綺麗なお姉さん。俺このお姉さんがキャバクラにいたらお金めっちゃ使うよ。そうそう、ね、細いし。何歳なの。二十歳です。いいね、かわいい。すぐ住めるね。あ、この子もあのあれ似てるね、似てるね、カラーズの子に似てるね。
何時、さっきからずっとカラーですよね。上がってきます。食べ飲み放題？てか飲み放題にしてご飯単品とかにしてます。食べ飲み放題、いくらなんですか？3名食べていいです。めちゃめちゃ安いじゃないですか。それでいいですよ。はい。俺お姉さんを30万円での食べ飲み放題したいな。30万円でこのおっさん死ねえよと思われてると思う。入ってきます。